パリオリンピック五輪レスリング7日女子50キロ級シャンドマルスアリーナ6日の女子50キロ級の1回戦で須崎優衣キッズを下してその勢いのまま決勝に進んでいたビネシュビネシュインドが計量失敗し失格決勝を戦えなくなった。銀メダル以上を確定させていたはずだったが戦わずしてメダルを手にすることは叶わなくなった。これにより繰り上がる形で須崎が銅メダルのかかる3位決定戦を戦うことが決まった。当初は敗者復活戦から3位決定戦という流れだった。インドのビシュ選手とコーチなどが試合出場のために体重管理を怠った結果であり、油断してたと言われても仕方ないですが、母国インドでは期待されていただけに残念としか言いようがないと思います。須崎選手、思わぬビシュ選手失格により不戦勝扱いの3位決定戦出場は銅メダル獲得の大チャンスなので、思い切って試合に臨んで悔いのないように対戦してほしいですね。今の私はオリンピックチャンピオンになる器じゃなかった。そう語り涙を流した須崎だったが敗者復活が決まると最低でもメダルは持ち帰りたいと決意を語っていた。連覇を狙って降り立ったパリでの戦いは笑っても泣いてもあと一戦。パリ二度目のマットで必ず意地の銅メダルを勝ち取る。母国インドの報道では1回戦から準決勝までの3試合が開催された7日の朝の計量はパスしていたという。準決勝後に水分補給などで体重が増加してしまい、その後ハードなトレーニングやサウナ、ヘアカット、血を抜くなどあらゆる手段を尽くしたものの50キロを下回ることはできなかったという。ビネシュは計量失敗を知るやその場で失神。過度の脱水状態で病院へ運ばれたと報じられていた。容体が心配される中、インドの元女子レスリング代表で2012年ロンドン五輪に出場したギータ・ホガト氏が最新画像を X 上に投稿。病院のベッドで笑顔を見せながら点滴を受けるビネシュの様子を紹介し、ビネシュに銀、メダルをあげてと訴えかけた。国際オリンピック委員会IOC は7日、女子フリースタイル50キロ級のビネシュ、インドが2日目の計量に失敗した。国際レスリング連盟の競技規則第11条による、ビネシュに準決勝で敗れたレスラーと交代する。したがって、ジュスネリス・グスマン・ロペス、キューバが決勝に出場すると発表した。レスリングは階級ごとに2日に分けて行われる。第1日に1回戦準決勝。第2日に敗者復活戦、3位決定戦、決勝を行う。レスリングの計量ルール階級制で厳密なルールがある。国際ルールにのっとって実施。計量のタイミングは朝。1日目は30分間の間にクリアすればよく、2日目は15分間。何度計測してもよい。ただ、必ず試合で使用するシングレットを着用したまま計量をしなければならない。主催者の決定直後、ファンも SNS 上でこの事件に対する個人的な意見を次のようにコメントした。須崎選手と戦った時には体重超過していなかったのであれば別に良い。粛々と銅メダルを取ってほしい。それよりもインド政府が不公平とか言ってるのが大丈夫？と思います。しっかり管理できなかった選手に問題いるのがわからんのかな。これを認めちゃうと、階級別にしている意味がなくなる。1回戦の時は減量できていたのだから、準決勝後に取ったとされる食事の量に問題があったということでしょう。気の毒ではあるが仕方ないですね。減量が大変なのは他の選手たちも同じだし、自分の体重をきちんと管理できなかった本人の責任。ルールでしっかり決められてる以上、ダメなものはダメなんだよ。過酷は過酷なんですが、言い方を変えると、本来の体重で階級を選べということにもなります。要は、プロボクシングのように水分の一滴まで抜くような、超過酷な減量をして、前日計量をパスしたらリカバリーし放題となると、試合時の体重は2階級3階級上なんてことになります。それが果たして、フェアと言えるのか。そして、選手の健康にも良いわけがないのでね。綺麗児ではあるのですが、
本来は過酷な減量を避けるための方法でもあるのです。巡ってきたチャンスをぜひ後悔のない一戦にしていただきたいです。素人の私が思うのは、終わったと思っていた大会、いきなり重要な試合ありますよ。と言われて、メンタルや体は大丈夫なのでしょうか。トップ選手であればあるほど、この調整って難しそう。怪我がないよう、後悔のないよう祈ります。ビデオをご覧になっていただきありがとうございます。ライクして下にコメントしてください。新しいビデオを見えるようにチャンネルを登録してね。誠にありがとうございます。